この日、僕たちはとんかつを目指して3人で PUBG を始めたわけで、僕、ケンちゃん、太郎、いつものメンバーなわけで、足音した。あ、ケンか。あ、びっくりした。ケンちゃんは相変わらずなわけで、びっくりしたと言いながら仲間の僕を撃とうとしてきたわけで、でもそれが日常茶飯事なわけで。え、てか嫁と喧嘩して仲直りした話俺聞いてないですけど。すぐ仲直りしてたよ。なんで報告しないですか。心配してご飯も食べ。いや、心配してないでしょ。ご飯食べれなかったですよ。いやいや、食ってたじゃないですか普通に。いや、いつ何も気にしないで。いやいや、いつもより消食でしたよ。ちょっと話は大して盛り上がらないわけで。ちょっとアンチ見るかこれ。そして僕たちはドライブを楽しむわけで。なんか偉そうに乗ってんなお前、後ろで手の広げて。ダメですか。いや、ダメじゃねえけど。打ちますよ。いや、打ちますよじゃん。手広げて乗ってたから。ほら、手広げて偉そうに乗ってる。腹立つわ。本当だ。ジュース。腹立つなお前。無限に飲んでやりますよ。エナジードリンク。俺もケンちゃんはいつもムカつくわけで。あ、二人で。悔しかった。すいませんでした。僕のせいです。逆にバカにされてるわ。いたいるわ。上屋上、ちょっと一回隠れるわ。ちょっと上っすか。屋上。お、ふざけて撃ったのかと思った。いや、俺もふざけて、俺が撃ったのか誰か撃ったのか。一発当てた。ナイスナイス。もうちょい下行くわ。回復した。降りた。多分降りた。クリス危なくないですか。降りたっぽい。やったナイス。危ない。あ、別か撃たれてる俺。あ、とりあえずこいつぶち殺したら、うん、なんとか敵を倒すことができたわけで。あ、撃たれた。あ、死んだ。えどこだ。あ、降りてね。屋上120ぐらいです多分。ケンちゃんは相変わらずなわけで、いつも一番最初に死ぬわけで。130の崖だ、丘だと思います。草浮いてる。あ、いたわ。岩の裏だ。多分ここにいる。あ、そうだ、いた。 SLR 持ってる。多分一人です。そして僕たちの敵討ちは始まったわけで。ちょっと一回コンビニ行ってきます。僕たちの敵討ちが始まっているのに、ケンちゃんはコンビニに行っちゃったわけで。違うやつじゃないそれ。別のとこにいますわ。やった。ナイス。なんとか敵討ちは成功したわけで。のやつずっと撃ってたやつ。ただ気絶だからまだいるってことかな。目の前にいる。あ、そうです。こっちの方。いた。オッケーやった。でも気絶だからあと一人いる。あれでも三人死んでませんか。三人殺した。クリさんどうしてる。え、まだ全員気絶でしょ。全員気絶だった。ケンちゃんがコンビニに行ったのは気にせず、二人でここの敵を全滅させたわけで。ここにいないかもね。僕たち二人はドンカツを諦めなかったわけで。まあずれるわな。でも絶対これ、まあここになることはないでしょうね。どうする、先にあっちの建物入る、真ん中の。
入っちゃうか、こうでけえの。とかあります？いや、ありな気する。行こう。この、今のうちだな、行くの。いや、すげえな、怖え。ああ、いるいるいる。あの家にいっぱい来てる。まあ、みんな来るわな、これ。僕たちは、残り18人のところまで来たわけで。まあ、いるだろうけど、行っちゃうべ、ここ。いるかの、いると思って。どっか隠れる場所探そうか。なんかか。え？ああ。いいところだ。国語班塩昆布なんでもいい、なんでもいい。ケンちゃんはコンビニから帰ってきたわけで。ただなんか隠れれそうな部屋見つけて。いいとこ。そこでもいいけど。いや、めっちゃありますよ。まあありだな。もう下手に動かんくていいんじゃない？まだし、もうちょい。確かに。ねえ、この部屋にしようかな、俺。密室、ほぼ密室。最悪窓から逃げれないっていうのはちょっとなんてね。外です。みたいな。この建物入ってる。あれ？この家の中かこれ？いや、家の中あれ上じゃないのこれ？上じゃないですよ。あと14人。ちょっとあの剣、ちょっとコンビニの袋うるせえな。ケンちゃんの食べている音が気になるわけで。頑張れ。今全然その対応したくないんだ今は。頑張れ。いや頑張るよ。マジでぶん殴りたいわけで。あ、太郎ずれた。うわーでもなんならさっきの家も近かったな。うわー裏くなってきた。え？マジ？あ、でも危ねえ。締めよう、ここ。バレてる。あ、死んだ!2 階。うめえ。残り10人まで来たところで、太郎がピンチなわけで。あ、こっちでいいよ。あ、来てる。頑張れ、グリさん。よし。お、ナイス。上行きますわ。オッケー。危ない、ここ。ピンチは乗り越えたわけで。いる、外にいる。来た。頑張れ。頑張る。相変わらずケンちゃんは邪魔なわけで。さあ、多いな、あいつ。ゲップもしてきたわけで。これダメだ。ちょっと太郎遠いな、これ。頑張れ。投げられた。クリさん。オッケー、危ないです。クリさん、危ないです。分かってる。ちょっと待って。頑張ってください、頑張ってください。マジで、あと6人だから。あと6人。あと6人です。ちょ、マジで。いや、状況報告します、ちゃんと。6人。あと6人。OK。もう、マジで、鼻のてっぺんを、助走つけてぶん殴りたくなるわけで。あ、やばいやばい。狙われてる。これやばい。あ、痛い、隣にいる。ですげえ、間に合った。あー、くそ。クリさん、間に合った。クリさん、間に合ってる。伏せた方がいいぞ、それ。やばい。しかも、ギリギリエリア入ってる。ミリだ、体力。これ今狙われたら終わり。いやでもアンチで結構死んだ。マジ？ あと3人。はい、あと3人っす。なんやかんやで、僕が最後の3人に残ったわけ。1対2っす、多分。あと2人。あ、いた、目の前いる、クリさん。2人いる。やれる、これは。すげえ。反動が強い。予想以上に。いやー。フラグでいけんじゃないですか。右側はいないってことか。あそこのさっき2人いたところで終わりっすよ。あ、なんか投げてきた。フラッシュ。フラッシュってことはあそこだ。今のフラッシュ。ナイス。いける。イエイ。うわ。これ。なんだこれ。本当に悔しかったわけで。いやー取れたな今の。マジで悔しいな。ちょっと今のは本当に自分の責任だ。いやまあどうまいっす。ナイス。まあまあ良かったんじゃないですか。ナイスよ。
ケンちゃんは本当にもうマジ本当に思いっきりぶん殴りたいわけで。